バンタム級の全日本新人王決定戦です。小笠原が168センチ、画面左の中西が164センチ。ただ中西は小笠原の印象について特に大きさは感じない、昨日の計量で話していました。さあバンタム級の新人王が決まります。さあバンタム級の全日本新人王決定戦、ゴングを聞きました。共にオーソドックスです。赤いトランクスがシャイアン大島の小笠原翔太、24歳です。一方青いトランクスが18歳、 HK スポーツの中西寛太郎です。少し体の位置を変えながら青いトランクスの中西、左のジャブをついてくる、左のガードを下げておいてですね、それで左のジャブ、そして左フックを強く打ちたい、打ちやすいフォームで言いますよね。なるほど。まあ、ただ、これはいいことなんですけど、左のガードが下がり、低い分相手の右ストレートを食う可能性も結構出てくるというところはありますよね。なるほど。確かに中西、青いトランクスの左のガードは下がっています。ともに左のフック、今中西が左のフックを伸ばしてきました。ともに左のフックが得意だと話すこのボクサー同士の一戦です。青いトランクスの中西はジュニアチャンピオンリーグ全国大会 U18 フェザー級でも優勝を果たしています。去年のことでした。まだ18歳の青いトランクス中西寛太郎です。一方赤いトランクスの小笠原翔太、東日本新人王決勝は3対0フルマークでこの全日本の舞台に上がっています。まずはジャブの付き合いとなる。身長差は4センチ、ともにリーチは同じくらいと話しています。ボディの打ち合いです。左のジャブ、東軍代表の赤いトランクス小笠原がアマチュアでは31戦、プロでは7戦戦って5勝2敗です。まあ、確かに、そういった面でフォームしっかりしていますよね。はい。一方の青いトランクスの中西がアマチュアでは13戦、プロではまだ3戦です。2勝1分けというプロでの戦績、18歳の青いトランクス中西寛太郎です。左のフックを振ってくる。赤いトランクスの小笠原はとにかく左のフックが自分の武器ですという話をしています。これまで3つのノックアウト勝利がありますが、いずれも左のフックで相手を沈めてきたという話をしています。赤いこの左のフック、この左のフックです。今日の試合も左のフックで決められるか。ただここは中西が右のストレート、本当体柔らかくて、うまくパンチ振ってますよね中西は。はい、右ミドック、少し変則的な何かこう中西なりのリズムがあるでしょうか。まあそうですね、体が柔らかくてですね、うまく重心体重の移動を使いながらパンチ打ってますよね。左のジャブをボディに、この左のフックです。小笠原、中西も相手の左のフックはまずはどれくらいの強さなのか序盤で見極めたいという話をしています。右のストレート、左のフック、小笠原何度も左のフックを打ってきます。第1ラウンドが終了しています。赤コーナー小笠原翔太、タイヤの大島ファイタクラブ所属、1995年6月2日の24歳、岩手県盛岡市出身、デビュー2016年11月、新作は7戦5勝2敗、この場所には3勝の慶応が決まっています。前回の試合、つまり東日本決勝がジムを移籍して初の試合でありました。シャイアン大島ファイトクラブの小笠原翔太です。今日新人王に輝きますとジム初の全日本新人王、周りから相当な期待を受けています。そう話していた小笠原翔太、24歳です。2回目、ラウンド2。さあ第2ラウンドが始まりました。赤いトランクスの小笠原は2度目の新人王トーナメントです。2年前のトーナメントでは左の目のコンディション不良がありまして勝ち抜くことはできませんでした。ただここはスピードを上げてきました。青いトランクスの中西です。中西ストレート、いいですよ。中西も左のフックが得意と話していましたが、右のストレートが今日はよく出ています。それとやっぱり左のジャブもいいのを打ちますよね。左のジャブ、はい、どのあたりが浜田さんいいですか。いや、左のボディ、距離の違い感じないですよね。やはりそうですか。はい、あ
左のフックの打ち合いとなりました。小笠原が168センチ、赤いトランクス、青いトランクスの中西が164センチです。確かにその身長差、リーチ差を感じさせないボクシングを展開しています。青いトランクスの中西です。18歳、左のフック、左のボディ、中西としては少しリズムを変えながら、また左の腕を下ろしながら、ただ中西もしっかりと小笠原の左のフックの警戒はできています。左のジャブ、中西も本当にいい感じしてますよね。小笠原も中西についてはスピードと何か独特な当て感があると分析しています。それと中西避けるうまさ持ってますよね。ああそうですか、はい、どのあたりからそれは、まあ、ガードは低いわけですけどね、避ける自信があるから、まあ、低くてもいいと。なるほど、体が柔らかいんでですね、確かにそうですね、シナリオを聞かせてやっているところありますよね。はい、青いトランクスの中西、左のフック、右、ここもダッキングでクリンチワーク、距離を置いてアッパーをついていく、小笠原、左のフックです。ゴツゴツとパンチを集めていきます中西。いや本当ショートパンチ、小笠原、左のフックです。小笠原の返しのパンチまで打つといいですね。右ラッパーから、最後は小笠原も左のフックにつなげていけるかどうか。おっと、ただ手数が増えてきました。いい、ね、中西の手数も、左ラッパーボディブロー、本当考えたボクシングですよ。これやってる同士はこれ主導権と浜田さんどう感じてますか。やっぱりですね、中西は自分でリズムは乗ってると、ああそうですか、いうことは感じているでしょうね。それで小笠原の場合は後手に回っていて焦っているという状態では若干ありますね。なるほど、青いトランクスの中西、一生懸命打ち返してはいますけどね、はい、まだ18歳です。青いトランクスの中西、右のストレート伸びてきました。あれをもう一回続ければいいですね。少しバランスを崩したが、中西、左フック、左フック、小笠原の得意なパンチ、ただ第2ラウンドがここで終わっています。左フックが得意だと話していました小笠原もこの左のフック、まあ、中西もですね、そこまでいい流れできて最後の方で、まあ、派手なパンチ打たれましたね。そうでしたね。前にどっしり座るのがお父さんの慶三さんです。慶三さんの勧めで小4の時にジムに入門しました。そこから汗を流して全日本新人王の舞台、18歳の中西勘太郎です。さあ試合は第3ラウンド、このバンタム級はまだ中西がプロ2勝ということですから4ラウンドで争われます。第3ラウンドに入っています。右のストレートを伸ばしていく青いトランクスの中西です。左フック、変速で伸ばしてきました。左のジャブ、本当横からそして下からというふうにいいパンチ左打ちますよね。小笠原としても少し対応がというところになるかもしれませんが、ですから焦って打つんじゃなくて、むしろコントロールが先手で打てるといいですね小笠原、はい、確かに少し後手に回ってるでしょうか小笠原です。ここも両者離れまして、まずパンチをついていくのは中西、ただここを返していく小笠原、左右の連打、右のフック、左のフック、中西です。まあ、このラウンドよりあと2ラウンドですからね、やっぱり両者に言えますけど取っとかんといけないんですよね。そうですね、はい、ラスト4ラウンドお互いにおそらく打ち合いするでしょうか、はい、そのラウンド確実に取るのは大事ですね。最終ラウンドのこの一つ前の第3ラウンドです。ダリック中西です。ジャッジの印象もどう分かれていくか。ダリー、またこの試合ですと何をジャッジが取っていくかというのもポイントになりそうです。まあそういうことですね、合わせる、
ドリック左のアッパー、そして左のボディです。ただ小笠原やはり左のフックを狙っています。ここも距離を置いていく、先手で出していくのは中西、うん、確かに動きながら、そして、小笠原が入って前に出ようとすると、下がりながらもいいリズムで、やるんですよね中西は、はい、少しもらったか、左のアッパー。小笠原としては改めて先手で打っていく、他にもアドバイスとしてはどうですか。今はですね、焦りがあるんでですね、毎日相手が先手からも同時に打っていけばいいんですね。はい、よいしろ、中西打ってきますからね、ヘリック、そこでカウンター、まあ、打たれる格好、右、右のストレート、今は必要になるんです、右、もう一度右です。少しリズム上がってきたでしょうか、赤いトランクスの小笠原です。いやー、ここはジャブの打ち合いになる。第3ラウンドも残りわずかです。相手が打ったところを小笠原狙うんじゃなくてですね、打ち込むことですね。ここで打ち込んでいけるかどうか小笠原、左フック、そして右のストレート、ただクリーンヒットとはなりません。時間が減っていく。第3ラウンドが終わりました。残すラウンドはあと1つです。改めてご案内いたします。本日の全日本新人は選手と5ラウンド5回戦で行っておりますが、選手の戦績により4回戦4ラウンドが存在しております。それでは入場の第5試合ワンタッグ決勝、こちらは4ラウンド4回戦で行います。今4ラウンド第3ラウンドも打ち合いとなりました。次が最終ラウンドということになります。いや、浜田さんもこれ勝つか負けるかでは相当な差ということになりますよね。いや、本当にですね、ランキング入れるわけですからね、はい、大きいですよね。2020年の過ごし方が変わります。さあ最終ラウンド、取るのはシャイアン大島の小笠原か、 HK スポーツの中西か、共に取ればジム初めての全日本新人王です。さあ最終ラウンドです。両者グローブを合わせました。小笠原翔太に対して翔太コールは後楽園ホールです。おそらく小笠原陣営からは、攻めていけという指示なんでしょうね。なるほど、確かにここはもうガードを固めて中に入っていきます。共に左フック、共に得意なパンチは左のフックと話します。右のストレート、中西もコツンコツンと緩急をつけたパンチをついていきます。さあ小笠原としても手数を出していきたいところ。小笠原のですね、まあ、中西の左が下から突き上げる、横から打つ、そして左ジャブが出るということで、結構読みにくいところあるんで、はい、やっぱり見てしまうところがあるんですね。なるほど、それを見なくてどんどん打てばいいですね。また何かが飛んでくるんじゃないかと、まあ、どこから来るか分かりにくいというところがあるんですよね。ただ本当にジャブ一つ取ってもリズムが変わりますよね中西。あ、本当選手いいですよ。さあジャブの打ち合い、右のストレート、変速左フック、ただ距離を置きます。中西右のストレート、左からガードを固めて中西、青いトランクス、ボディはもらうが左、左のジャブをついていきます。もう一度左のジャブです。ここも顎を上げさせまして、ですから距離の違いというのは関係ないですよね。4センチの差があります。中西にとっては関係ないかもしれません。右に小笠原のパンチを返していく。小笠原も この距離だったらもう距離も関係なしに打っちゃえばいいんですね。小笠原もこれまでプロ5勝のうち3つがノックアウト勝利、いずれも左のフック。ただなかなか中西の顔面をまだ捉えられない。中西もですね、うまく遠心力使ってパンチ振ってますよね。この両手グローブの位置自由自在に使いまして、中西パンチを回していく。避けるときには上半身をうまく動かして避けると、はい、打つときには、リズムに乗って、それで、ガードを下げたところから打てるという状況ですね。さあ最終ラウンドも残り間もなく30秒です。相打ちになる。やろうとは思っているところでジャブが出てますよね。
ただお互い顔も腫れてきました。最後の打ち合いになります。さあ20秒を切った。どちらが全日本新人王か、どちらがジムに初めてのタイトルをもたらすかどうか。さあ残り10秒。さあ岡沢も返していく。中西はガードを固めた左フック。岡沢の左フック、中西こらえられるか。ここで試合終了です。ニヤッと笑ったか中西勘太郎。小笠原どっしりと椅子に座りました。そうですね、どっと疲れた感はありますね。4ラウンドを戦い抜きました。24歳の小笠原、一方18歳の中西。さあ発表されます。杉山敏夫39対38、ジャッジ姫野俊道39対37、ジャッジ石川和則40対36。以上3対0の採点をもちまして、勝者青コーナーバンタム級全日本新人王中西勘太郎。18歳の中西勘太郎が取りました。HK スポーツジムとしては初めての全日本新人王誕生です。